し、上の片付けも終わったし、よいしょっと。何してんの、人んちで勝手に。ジエル、また人んちで勝手に遊んで。面白いよ、この番組。何見てんの。何が面白いんだって。すごいね、パスタ3本を何時間かけるかっていう。意味わかんない番組だな。出かけるよ。どこに。いき唐突だね。スマコちゃんち。スマコちゃんち。うん。なんで遊びに行くんだよ、普通に。最近遊んでなかったし。ああ、まあ確かに最近スマコちゃん遊んでなかったかも。じゃあ行こうか。そうだよ、うん、友達に会いに行くのに理由はいらない。行くよ。よし。スマコちゃん元気かな。確かに最近会ってなかったもんね。まあ元気だよね。よーし、スマコちゃんいる。スマコちゃん。え、返事がないね。珍しいね。え、勝手に入ってちゃダメだよ、シエロン。はい。スマコちゃんじゃないでしょ。なんで勝手に入っちゃうの。早く。シエロン、勝手に入っちゃダメだって。大丈夫だよ。待ち合わせしてたし。スマコちゃん来たよ。あれ、スマコちゃん。ん？スマコちゃんいない。勝手に入んない方がいいんじゃないの、シエロン。だって約束してたんだもん。待ってるね、来てねって言ってたよ。パチ君とシエロンだ。ここだよ、スマコ、ここだよ。助けてよ。いないね、スマコちゃん。うん、いない。ん？ん？可愛いね、この人形、パチ君。ああ、そうだね。こんな人形スマコちゃん持ってたかな。わかんない。買ったのかもね。そうだね。まあでも今日はいないから帰ろうか。仕方ないか。また連絡しよう。あれ、スマホがこんなところに落ちてる。なんだこれ。珍しい。スマコちゃんが忘れて出かけちゃったのかな。いや、どうだろうね。珍しいね、スマコちゃんがスマホを忘れちゃうなんてね。ね。まあいいや、帰ろう。うん。いや、でもスマホをスマコちゃんが忘れるなんて本当に珍しいな。なんかあったのかな。まあそんなわけないか、帰ろう。パチ君、ジェルン、帰らないでよ。お願い、ここにいるよ。全然体が動かない。なんでこんなことになっちゃったの。物音がしたっちゃ。何の音だっちゃ。何もないっちゃ。誰かに見られてた気もするっちゃ。誰？おい、シエロン、今日何して遊ぶ？今日はまったりゆっくりするのじゃ。なんだその喋り方。わ？お、ライコちゃん。ライコちゃん。まあ一緒に飲みなよ。ちょうどね、お茶にしようと思ってたんだよね。そんな場合じゃないっちゃ。どうしたの？慌てて。スマコちゃんがいないっちゃ。あ、そういえばさ、シエロン、この前遊びに行ったじゃん、2週間前ぐらいに。うん、約束してた日ね、スマコちゃんと。あの日からずっといないってこと？あ、ここ1、2週間は見てないっちゃ。え、帰ってきてないってこと？え、多分そうだっちゃ。どこにもいないっちゃ。何にも言わずにこんな長期間いなくなるなんて、あの子に限ってないっちゃ。そうだよね、ちょっと心配だね。SNS も何にも上げてないっちゃ。え、どうしたんだろう。心配だね、ジェルン。心配だ。ちょっと行ってみようか。うん。スマコちゃんが心配だなって思う子はチャンネル登録と動画の高評価してね。よし、行こう。早く行こう。うん。スマコちゃん。スマコちゃん、入るよ。だ、なんでそっから入るの。まあまあいいけど。あ、スマコちゃん。いない。あ、いないか。トイレもいないみたい。だからずっといないっちゃ。どこ行っちゃったんだろう、スマコちゃん。あれ？ん？どうしたシエロン？あ、可愛いぬいぐるみなくなってる。あ、そういえばここぬいぐるみないね。ぬいぐるみ？そう、2週間前はね、ここにあったんだよ、ぬいぐるみが。そう、紫色の猫だったかな。ぬいぐるみがあって可愛いねって言ったんだよね。本人はいなかったけど。うん。
そうだっちゃ。でもないっちゃ。ってことは帰ってきたっちゃ。でもスマホが確か落ちてたんだよね、ここに。うん、あ、そうだね、言ってたね。なんかスマホもないし人形もない。なんかあったんじゃない、やっぱり。何があったの。でもなんか手がかりないよ。そうだね、何もないからとりあえず一旦家に帰ろうか。うん、わかった。ちょっと考えよう。いや、やっぱスマコちゃんなんかあったと思うんだよな。スマホを落としてるのなんて絶対にありえないし、人形がなくなってるのもなんか気にならないし。エロ、考えた結果手がかりがないということがわかった。それは最初から知ってるんだよ。どうしよう、心配だな。いや心配だよね。あ、なんかどうしよう、どうする。どこ行っちゃったねえ。急にいなくならないでよ。椅子と椅子の間ヒュン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 しないで。気になっちゃうな。あの心配す落ち着きないね。椅子と椅子をこうパン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 変わって心配するとこうなるだろう。誰しもならないよ、誰も。そんなことにはどうする。いや、どうするって言われてもな。ん、誰か来たよ。誰か来た。スマコちゃんじゃない。そうかも。あ、違うわ、村人さんだ。え、何、こんにちは。助けてほしいんだ。え、こっちも助けてほしい状況です。今大変なんだ。こっちも大変です。こっちも大変なんだ。いや、こっちの方が多分大変ですよ。こっちの方が大変なんだ。こっちは人が増えすぎて大変なんだもん。いや、こっちは人がいなくなってるんですよ。ちょっと話だけ聞いてあげれば、シエルン。とりあえず、うんうんうん、森の外れに空き家があったんだがな、そこに誰かが住んでるようなんだ。あ、勝手に空き家に勝手に住んでるってこと。そうだ、勝手に空き家に住んでるやつがいるんだ。しかもな、そいつは人間の形をしていないようなんだ。ね、動物が住み着いてんじゃないの。野良猫とか。そうじゃない、ちゃんと二足で歩いてるやつだ。なのに人間じゃない。気持ち悪いな。色は紫色をしてたような気がするんだが。紫か。ただな、村人たちがみんな怯えてしょうがないんだ。ちょっととにかく助けてくれないか。まあ、まあ、なんか手がかり探すついでにやるか。うん、とりあえず行ってみよう。わかった、じゃあ今から行くよ。わかった、こっちだ。ここか、シエルン。村人がもうたくさん集まってるよ。ほんとだ。早くここから出ていけ。ここは我々の村の土地だ。わあ、デモ活動みたいになっちゃってるよ。まあでも空き家をさ使ってるのは良くないもんね。まあそうだね、普通に不法侵入だからな。とにかく中に入ってちょっと確認してみよう。俺らで確認するしかないよ、シエルン。行こう。すいませんすいません、ちょっと通ります通ります、すいません。よし、開けるよ、シエルン。うん、うん、あれ誰もいなさそうだけどな。誰もいないね。すいません。すいません、誰かいますか。あれいないね。あれ、あの人形じゃない。でかくない。でも大きくなってる。包丁持ってるよ、シエル。包丁持ってる。やばい、危ない危ない、バチ君。やばい、これ化け物だ、化け物。バチ君とシエルンだ、助けに来てくれたんだ。バチ君、シエルン、助けて。やばい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 、襲われる。やばい、逃げよう。化け物だったね、あれは、シエルン。あれはスマコちゃん家にあった人形だ。あの人形がさ、スマコちゃんを食っちゃったとか。そうなのかな。そういうこと。いやでもな、なんか変なんだよな。あの包丁もどっかで見たことあるような気もするしな。もう怖い、帰ろね、帰ろ、スマコ、ま、帰ろ、もうちょっと考えよう、帰ろ。わ、ま、かった、まあ、とりあえず帰るか。怖い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 。よし、じゃあシエルン、じゃあね、今日はもう寝よう。おやすみ。 おやすみ。なんでついてくる。怖いから。怖いからって、シエルんちそっちなんだ。怖いから。いやいや、だシエルんちそっちなんだから、そっちに帰りなよ。こっちが家。うん、うん、じゃあね、おやすみ。うん、おやすみ。はあ、なんでついてくるだから。うん、怖いから。怖いからじゃない、一緒に寝るのか。じゃあ怖いから。いや怖いからじゃないよ、もうもう。じゃあ寝るか、今日は。もうとにかく、おやすみなさい。なんで締め出す。俺のベッドだよ、そこ。もうシエルン、じゃあそっちで寝るのね。俺今日ソファで寝るよ。じゃあおやすみ。おやすみなさい。あー、俺も寝るか。やっぱりなんか変だ。
あの人形なんか変だったんだよな。シエロン起こしてやっぱり確認しに行こう。シエロン、シエロン起きて。起きて。起きない。起きて。起きない。そこ壁だよ、壁。それ壁。そっちも壁。こっちだよ、俺は。起きないよ。ね、聞いてよ、シエロン。何？あの人形やっぱりなんか変なんだよ。何が？あの人形、俺スマコちゃんじゃないかって思うんだけど。え？なんかわかんないけど、そう感じるんだよ、俺。あれがスマコちゃん？うん、だってスマコちゃんの姿は見えないしさ。だから食われたんじゃないの、あの猫に。スマコちゃんが？でも、うん、あの包丁、スマコちゃんが持ってた包丁と一緒なんだよね。それにあのスマホが落ちてるのもずっと気になってるし。まあ、確かに。行くの？よし、行こう、シエルも一緒に。行くんだよ、シエルも。怖いもんだって、あれ怖いもん。分かったよ、じゃあ俺一人で行ってくるよ、シエロン。私は私で調べるから。あ、そうだね、調べといて。うん、よし、行こう。あれはきっとスマコちゃん。気をつけてね。うん、分かった、気をつけるよ。大丈夫、あれ多分スマコちゃんだから。なんかそう感じるんだ、うん、よし、行こう。きっとあれはスマコちゃんだから大丈夫。よし、急いでスマコちゃんを助けてあげよう。なんだあれ。あ、村人が家に火をつけたんだ。急がないと。スマコちゃん、よいしょ、どいてどいてどいて。あちゃちゃちゃあちゃちゃちゃあちゃちゃちゃ、やばい。よし、こうなったらこの水バケツで中に入ろう。スマコちゃん、今助けるよ。よいしょ。やっぱりスマコちゃんなんでしょ。そうだよね、やっぱりスマコちゃんなんだよね。よし、わかった、ここから脱出しよう。早くしないと燃え広がっちゃうから。表は村人がいるから、ここから脱出しよう。よしよし、早く、こっそりね、今のうちに。早く早く、よしよし、脱出しよう。バレてないかな。よし、行こう、スマコちゃん、早くシエルに見せよう。よし、着いたね。シエル、シエル。お、シエル、ちゃんと調べてくれてたの。寝てるかと思ってた。当たり前じゃん。ね、寝てないよ。なんかわかった？多分呪いだと思う。呪い？どんな呪い？キャットナップの姿になっちゃう、人形の姿になっちゃうんだって。それが出回ってるらしいよ。あ、そういうこと？その人形を手にすると。うん、やっぱりスマコちゃんなのかな。呪いを解く方法とかも調べたけど。あ、わかるの、その方法。うん、ミュータントエンダーマンの手が必要って書いてある。その手があればシエルンどうにかできそう？んー、まあ多分できると思う。よし、じゃあちょっとシエルン出てきてくれる？うん、まあとりあえずスマコ、これスマコちゃんなんだよ、やっぱり。ね、スマコちゃんなんだよね。本当にスマコちゃんだったの？一生懸命うなずいてる、でも喋れないみたいなんだよ。そうなんだ、何の声も聞こえない。そうなの、ごめんね、さっきびっくりしちゃって。しかも家に火をつけられてたよ。助け出したんだね、バチ君が。そう、助けてきた。よし、じゃあスマコちゃんの呪いを解くためにミュータントエンダーマンを倒しに行こう。うん、場所はわかんの、シエル？北の方って書いてあった。北か、よし、行こう、うん、行こう。よし、準備できたね、シエル。準備 OK？ 完璧だ。武器も3種類持ってきた。やるじゃん。銃とハンマーとガドリングガン、これで、うん、ミュータントエンダーマンを倒してスマコちゃんを救おう。みんな、俺らにパワーをちょうだい。高評価を押して、俺らのことをパワーアップさせて。パワーアップするぞ。よし、とにかく倒しに行こう。行くぞ。シエルン、この先じゃない？うわ、死体がいっぱいある。どれ？うわ、ほんとだ。これきっとミュータントエンダーマンがやったんだ。どの辺にいるんだ。いた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 。あ、いたいたいた。おっきいね、シエルン。よし、でも倒そう。俺から攻撃するよ。やるぞ。早いな、攻撃。真っ暗になった。やばい、見えない。ちょっと待って、やるやるやる。どこだどこだ。よし、見えてる見えてる見えてる。暗い。うーわ、強い。シエル、頼む。画面がグラグラしてる。うわ、めっちゃ投げてきてるんじゃ。倒した、シエル。お、なんかいろいろプププって。あ、これ当たんな、当たっちゃダメなんだ、これ。ちょっとこれ落ち着くまで近づけないね。そうだね。あ、落ち着いたよ。なんだ、 ある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 、これだ、シエルン。ほら、うわ、
うわすごい手になってるよ。我はもうやめなさい。怖がらず、よし帰ろう。よしシエルン、あとはこれでなんとかなるの？これを、うん、あその中に入れて、入れて、オッケー、それで、よし行くよ。うん。こっち。あれ戻ったんじゃない？戻った？スマコちゃん。はあ。早く出ておいで。よかったねスマコちゃん、元に戻れて。いや、よかったよかったね、よかったね、無事に戻れてね。そう、戻れないかと思ったよ。俺が気づけてよかった、スマコちゃんって。よかった。なんで家にいなかったの？ライコちゃんとかに言えばよかったのに。だって、あんな姿で言ったら理解させちゃうと思って。そっか、スマコちゃんいい子だな、お前。スマコちゃん、みんないい子なんだよこの町の子は。まあでもよかった、うん、スマコちゃん。よかった。それにしてもパチ君は火の中に飛び込んできてくれてかっこよかったな。いやまあスマコちゃんだと思ったから。やっぱりこれに気づいたのはパチ君だけだったし、愛かもしれないの。もっと好きになっちゃったな。いやまあ俺は愛じゃないんだけどね、友情だね、どっちかっていうと。やっぱり私の王子様だ、大好きだよパチ君。それよりシェルン、人形は人形人形、え、人形がなくなってる。本当だ、消えてる。さっきあったよね。さっきあったよ。キャットナップの人形はどこ行っちゃったの？ん、コメント読みのコーナー、パチパチパチ。シエルンが猫になった動画を出してもらいたいです。だって、みんな可愛い猫姿見たいんでしょ。にゃんにゃんにゃん、ごろにゃんごろにゃんごろにゃん。これは出ないかもしれません。にゃん。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。